無罪がやっと確定しました。今日午後、静岡駅前でビラを配る支援者。今日、静岡地検は控訴する権限である上訴権を放棄し、袴田さんの無罪が確定しました。58年前、旧清水市で味噌製造会社の専務一家4人が殺害された事件で、強盗殺人、放火などの疑いで逮捕された住み込み従業員で元プロボクサーの袴田巌さん、当時30歳。裁判では、事件から1年2ヶ月後に突然、味噌タンクの中から発見された血に染まった5点の衣類が袴田さんの犯行着衣と認定され、死刑が確定しました。しかし、事件から58年経った先月26日、袴田巌さんに無罪判決、無罪判決と掲げられました。やり直し裁判最新の判決で、静岡地裁は袴田さんに無罪を言い渡しました。判決では、犯行着衣とされた5点の衣類や自白など捜査機関による3つの捏造を認定。袴田さんは弁護団や支援者に感謝を述べました。待ちきれない言葉でありました。この代償が判決になりました。本人その事件で無罪勝利ということで、検察も認めたということでございます。ありがとうっていいな。ありがとうございました。この判決に検察側が控訴した場合、さらに裁判が長引く可能性がありましたが、昨日検察側は弁護団に控訴しない方針を伝えたのです。やっぱり終わるんだと思って、58年の、苦労というか、そういうものが、すとんじゃったと言いますかね、喜びしか今のところありません。これで一件落着で、誰にも何にも言われないということ、それから巌が死刑囚でなくなるということがとても嬉しいございます。一方、検察側のトップである畝本直美検事総長が異例の談話を発表。犯行時の着衣とされた5点の衣類などが捜査機関による捏造だと断定されたことについて、強い不満をあらわにしました。5点の衣類が捜査機関の捏造であると断定した上、検察官もそれを承知で関与していたことを示唆していますが、何ら具体的な証拠や根拠が示されていません。本判決が5点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。控訴しない理由については、本判決は多くの問題を含む到底承服できないもので、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容と思われます。しかしながら、再審請求審における司法判断がまちまちになったことなどにより、袴田さんが長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことに思いをいたし、検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないと判断に至りました。そして、袴田さんの法的地位が不安定な状況に置かれたことについて謝罪しました。この談話について弁護団は怒りをあらわにします。談話を発表して、その談話を見せていただきましたけれども、その内容も非常に私は納得がいかないというか、むしろ端的に言ってけしからん内容だったというふうに思っています。検察なんて全然反省するようなね、そういうあれがないじゃないですか。さらに2014年、静岡地裁の裁判官だった時に袴田さんの再審開始と釈放を決定した村山博明弁護士は、私はまずこういうのは結論が大事だと思うんですね。控訴しないっていうことはどういうことかというと、もう無罪を覆すことはできないという判断をしたということなんですね。つまり無罪判決を受け入れたんですね。長期間不安定というふうに言っていますけれども、簡単に言うとですね、確定死刑囚にして長いことそういう状態を置いていたということなんですよね。
それに対する反省だと思います。そして今朝、静岡県警の津田隆義本部長は控訴断念を受け謝罪しました。袴田さんが長きにわたって法的地位が不安定な状況に置かれていたことについて申し訳なく思っております。袴田さんについてこのような思いをお伝えしたいというふうに思っております。しかし証拠の捏造などについてコメントを求められると、訴訟当事者ではありませんので県警として明言を避けました。47年7ヶ月拘束され、死刑への恐怖から精神が蝕まれた袴田巌さん、保証金について刑事保証法では刑事事件で身柄を拘束され無罪が確定した場合、拘束期間1日あたり1000円から1万2500円を保証すると規定されていて、最大で2億円を超える見通しです。今後弁護団は国家賠償も求めていくことを検討しています。